皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。おとつい昨日と皆様いかがでございましたでしょうか。そうなのですよね、2本立て続けでございますよ。ちゃんとご覧になってくださいました？そう信じたいと思いますよ。そしてあれらはものすごい僕の体に負荷がかかります。ものすごい負荷ですとのことでして、今回からはやはりちょっと一回落ち着きたいなと思いまして、一つ一つ取り上げさせていただく形に戻ることでよろしいでございましょうか。もうそうですね、多少やっぱり渋滞は起こってます、起こってますけれども、多分2本ずつやってしまったら僕の寿命としては確実に縮まるものとそう判断いたしました。ですからターボ状態ですか、あれなんて名前つけましょうか。2本立て続けにご紹介するのはターボ界、もしくはダッシュ界、引きこもりスアワーターボ、これどうです、これどうでございましょうか。引きこもりスターボ、はっきりとは意味は分かってませんが、なんとなくものすごい爆発力とそして速さを感じさせるものでございますから、あれはじゃあもうターボでお願いいたします。引きこもりスターボいきますよと言いましたら2回連続とそのようにお感じになられましていただきたいと思います次第でございましたとのことでして、ちょっと前置き長くなりましたが、本日のお便り行ってみましょうね。じゃあ行きますよ。じゃん、ペンネームおはぎさんよりいただきました。おはぎさん、お便り本当にありがとね。めちゃめちゃ嬉しきですから。そしてですね、おはぎさんよりはメッセージが添えられてますので、まずはそのメッセージお読みしたいと思います。じゃん、メッセージ、前も言いましたが放送でフェルト作品紹介してくださりありがとうございました。数年前、いつかフェルトや PV をどこかで見せれたらいいなと思っていたので、夢が叶ったような気持ちになりました。これからもいろいろ作っていこうと思います、とのことですよ。わあ、嬉しいのでございますよ。はいはい、夢が叶ったようなとおっしゃってくださいまして、本当に嬉しいのでございます。そしてお礼を言うのはこちらこそがでございますからね、本当に改めてお礼を言わせていただきますよ。おはぎさん、本当にフェルト作品、ジャムキッチンのフェルト作品をたくさんお作りくださいまして、スタッフ一同感謝絶えません。誠にありがとうございます。そうなのですよね、もうその感謝はこちらこそが言うこそって言っちゃいましたよ、いうことでして、なんて言うんですか、ものを作る喜びと楽しさ、そして情熱、そしてジャムキッチンへの愛情、これらたくさんたくさん拝見することができまして、もう本当にスタッフ一同感動の嵐でございましたから、はい、あれを拝見して感動しないスタッフなど一人もいませんよ。僕もとっても嬉しかったです。何せ僕も作ってくださってましたからね。はい、クマがですね、リス君のフェルト作品、僕はすごい一押しだよって言ってましたけれども、
僕もちょっと恥ずかしながら自分のそのフェルト作品結構かなりと言いますか、やっぱりちょっと一番お気に入りなのでございますよ。ちょっと恥ずかしいですけれどもね、自分で自分のフェルト作品をお気に入りだとか言っちゃうこと、そこはちょっと照れはありますけれども、すごい可愛くっていう風に言うのも自分でもこれ恥ずかしいのですけれども、ものすごい可愛くできてまして、もちろん僕以上に可愛かったっていう意味ですよ。そういうことでして、もう本当に感動したのでございます。もう本当にこれあれですけれども、もしよろしければこの引きこもりすアワーでも流してもいいでございましょうか。ご紹介ムービー、あれ皆様に、もっと皆様に見てほしいのでございますよ。おはぎさんのフェルト作品を、はい。ですからもしよろしければもう一度この引きこもりサーバーでも扱わせていただきたいなと思った所存にございます。ぜひよろしくお願いいたします。はい、すみませんね、ちょっといろいろとそういうお願い事ばかりしてしまいまして。そしてですね、そんなこんなで感謝の絶えない気持ちも収まらないところではございますが、あまりにもそれを引っ張りすぎると長くなってしまいますので、一言もいただいてますので、お一言いきたいと思います。ではいきますよ、おはぎさんよりの一言、じゃん。あー、もうそんな感じでございますか。これはですね、簡単にご説明しますと、これ簡単にご説明するの難しいな、これまさに他に表現のしようもないお言葉が使われてますので、でもちょっと頑張ってみますよ。とにかくですね、蛇口をひねると出るもの、はい、そうですね、あー、これいいの見つけました。蛇口をひねると出るもの、これがですね、もう最近ひゃってなるっていう感じでございましょうかね。ひゃってなるって、はい、あまりのそのヒエヒエさに、はい、それでひゃってなる感じでございます。もうそんな時期がやってきましたよみたいな、そうしたお言葉でございますよ。これ結構うまく表現できたのではございませんでしょうか。これはですね、そうですね、もうそのままでございます。でももうそうですか、そんな時期となってしまいましたか。確かに11月も迫ってまいりましたものね。それ考えますと、確かに蛇口から出るものもそりゃ冷え冷えとしますよ。はい、もうそりゃもうそうですか。ただそうですね、まだまだ僕の住んでいるあたりではそこまではいかないかもしれませんね。とのことでして、もしかしますとこれは地域差もあるかもしれません。そんな気はしてしまいました。とのことでして、皆様お分かりになられましたでございましょうか。ちょっと甘がみ気味ですみませんね、本当に。でもこのまま突っ走りますよ。はっ、もうすみません、本当に突っ走りますよ、もう噛みまして、でも行かせていただきます。じゃあ行きますね、おはぎさんよりの一言。ではおはぎさんよりの一言どうぞ。水道の水が冷たくなってきた。